こんにちは、こんにちは、ジャパンロックハントですね。はい、よろしくお願いします。今日はですね、どんな話しようかなと、思って、実質話をするのは第1回みたいなもんですから、どうしようかなと思ったんですけど、石探し、僕自身がどういうふうに石探しをしてるかっていう話をですね、ちょっとさせていただこうかなと思いました。はい、いつももちろん休日に行くんですけど、前日ぐらいにですね、下調べをします。どこら辺に行くかって決めて、道順を調べて、ネットとか使ってですね、地図見たり、で下調べが終わったら準備しますね。準備が結構大事で、リュックを持っていくんですけど、あと服装ですねをしっかりして、寒くない暑くないようにするっていうか、いつでも脱いでいつでも着れるようにしておくっていうか、そういう服装をですね、気をつけるっていうところが一つあるんですけど、そういう準備をしたら、今度は当日にはもう結構僕は朝早く出るんですよ。朝早く出ないと帰ってくるのが結構遅くなっちゃうんですよね。すると、渋滞に巻き込まれたり、あともう疲れてしまうっていうか、一応屋外活動ですから疲れてしまうと、なんていうのかな、次の日に支障があるんで、なるべく朝早く出て早めにもう帰ってきます。昼とかが理想ですかね。昼にはもう帰ってきちゃう。であとはゆっくり過ごすっていう、そういう感じですね。だから一つの場所に行ったらですね、行くのはね、だいたい山とか川とか海とかなんですけど、それがだいたい主なんですけど、一つの場所でだいたい 1,2 時間ぐらい探しますかね。もっと探す時もありますけどね。でだいたい 2,3 箇所行きますかね、1日に。一人で行く時はね、 4,5 箇所行くんですけど、妻と行く時は1箇所か2箇所ぐらいですかね。あとはもう本当にドライブを楽しんだりするだけですよ。要はリフレッシュなんですよね、日々の仕事をして。それでリフレッシュに一人してるっていう、そんな感じですね。僕自身自然がすごい好きなんで、若い頃から結構自然、自転車旅行をしていろんなところに行きましたし、そうすると野宿になりますからね。それこそ寝袋とかテントを使ったり、あとは登山とか、そういう野外活動っていうのは結構若い頃から好きでやってきてたんですよね。そういうその延長上にこの石探しがあるっていう感じですね。リフレッシュしに行ってちゃんとリフレッシュできるレベルで帰ってくるっていうか、あんまりこう必死になってお宝探しをしないっていう、そういうところを注意しながらやってますけどね。で、注意する点っていうのは、やっぱり無理をしないことですかね。次の日の仕事に支障があるほど疲れちゃいけませんし、あとその怪我しないようにしなきゃいけないですからね。だから自分ができることをやります。自然ってやっぱりその本当にいろいろあるんで、なんていうのかな、例えば皆さんが行くようなビーチとか、あとその河原、普通に人が散歩するような河原でも、意外となんか危ないなって思うところはやっぱあるんですね。危険箇所があったりとか、朝とか晩は動物が出たりとかもしますし、そういうのはやっぱ気をつけなきゃいけないかなって思います。僕自身初心者なんで、あんまりこう、多分こう僕が話してることってこう、なんていうのかな、その玄人の人たちにはその通用しないっていうか、僕自身が初心者ですからね。だけど本当にこれからなんか屋外活動をして、例えば
石探ししてみたいなとか、そういう人には、まあ僕自身が初心者だから、こう結構こう何て言うのかな、通ずるものがあるんじゃないかなとは思ってます。で、その初心者の人たちっていうのはやっぱり無理しないことがすごく大事だと思うんですよ。怪我しないようにするとか。でもそのどうやったら怪我しないかっていうのは分かんないんですよね。分かんないと思うんですよ。僕自身もよく分かんないことがいっぱいあるんで。だから、まあ、自分の分かる範囲でやる。分からないことは本当に石橋を叩いて渡るというか、もう渡らないぐらいの で、もう一つやっぱり気をつけなきゃいけないのは、近隣にまあ迷惑かけないようにするっていうことですかね。車の止め方とか、どこに車止めるかとか、そういう止めちゃいけないところに止めないようにしなきゃいけないですし、あとその、まあ当然ですけど、ゴミを捨てないとかね、自然の中でゴミを捨てるとね、嫌な気持ちにはなりますから、やらないっていうことですよね、そういうことは。準備とか装備とかいうのはですね、やっぱすごく大事で、快適にやれるようにするには、ある程度その、まあ、経験を積んだ上で、あ、これ必要だったなっていうものを準備していくっていうのはすごく大事だと思うんですよ。ただ、まあ、あんまり本格的にならないっていうかですね、中にはやっぱりね、その崖に取り付いて、その岩というか砂というか、そういうものを掘ってこう取る人たちもいるんですけど、水晶とかそれこそお宝がザクザクみたいな感じで取って、本当に圧巻なんですね、そういうのってのは。だけど僕にはできないなって思いますし、そんな能力僕ないですし、あっても ちょっと趣味にしては危険すぎるというか、自分のその本来の目的っていうのは、有名なそのなんかこう宝石、もちろんですね、宝石いっぱい見つけてみたいなって思ってるんですよ。みんなが見たいのって そういうところをすごく見たいんじゃないかなと思うし、それはね、もう本当にね、そういう宝石に見つかると興奮しますよ。なんかお宝発見って感じで。でもまあ、まあそれ以外にですね、そういうなんかすごい宝石とか、希少な鉱物とかだけではなくて、普段本当にそこら辺歩いてる、多分皆さんがご自身住んでるところの近くにある川なんかに散歩に行って、河原とかにこういう石があったらですね、それ見てみたら、結構いろんな発見があると思うんですよね。そういう楽しさが、まあなんか伝わるようにやってみたいなっていうのが一つ目的としてはあります。だから何でも石探しって比較の世界っていうか、こういう石が、まあ普通の石っていうか、いっぱいある中で、ポッとこう、それとは比較した時に、明らかに違う石があったりするんですよね。そういうのは、比較してるわけですよね。あ、これは自分の金銭に触れるなとか。で、珍しいものをやっぱり探すわけですよ。でも、そこら辺にある石もみんな、まあ、全く同じ石ってのはやっぱりないですよね。だから、同じような石の中でも、パッと見た時に、あ、これ、なんかいいな、あ、これはいいなって、まあ、これもまあ一応比較なんですけど、自分の好みに合うような石を探すっていうのも、石探しでは面白いかなというふうに思いましたね。まあ、そんな感じですね。で、まあ日々皆さんがこう生活する中で、ちょっとした癒しとかね、まあちょっとしたワクワクみたいなものにつながっているんであれば、それがまあ一番いいかなと思ってますんで、まあ暇になったら、たまにはまたご覧になってみてください。今回はこの程度にしようと思います。ありがとうございました。失礼します。